ロナでオーナーの性格が剥がれたっていう声はすごく聞きますね。コロナ前とコロナ後で明らかに伸びてるサロンっていうのの毛色が変わった感じとかはありますよね、うん、このコロナ禍をパックしてって、うん、よりこう業界内外にリーチしてたサロンっていっぱいあるなと思ったんで、うんうん、僕はなんか結構いろいろ出会ってきた美容師さんにこういろいろこういやあの時はきつかったねって時にでもお前の手に時計ついてんじゃんって僕はマジで思ったはい、続いての記事です。コロナウイルスのですね、感染が国内で初めて確認されてからもう3年経ちました。早いですね、早いですね、はい、やっぱり美容業界でもですね、コロナ禍の影響が多く見られてます。2つ目の記事はですね、リビオニュースさんからの記事となっております。東京商工リサーチが2023年5月に発表した2023年1月から4月期美容業界、美容業の倒産動向の調査によると、負債1000万円以上の病室倒産件数は31件と大幅に増えました、うん、病室の倒産件数は、コロナ禍で資金繰り支援策が走行し、客足が減ってもですね、2020年78件、2021年65件と抑制されていたのですが、コロナ関連の支援が一巡した2020年後半以降、再び増税を占めているということでした、はい、という記事でしたが、はい、つまりですね、コロナ禍、倒産してますぜという記事だったと思うんですが、はい、この辺どうですか、黒木さん的には。意外ですね、はい、もっとたくさん倒産してるイメージがあったんですよね、うんうん、なるほどね、確かに確かに、店舗が結構ね、うん、青山原宿界隈とかもパソッとこう抜けたっていう話も聞きましたし、うんうんうん、まあ、僕、うん、大阪東京なんですけど、うんうん、大阪でもやっぱりどこどこ空いたよっていうのはよく聞きましたしね、うんうん、意外と少なかったですね。いや、僕もそう思いました、ね、だって40万件でしょ、ある中の、うん、たった数百件以下に抑えられてるってことは、うん、美容師さん頑張ってますね、そもそもが実態もっとあるんでしょうね、多分ね。そうなんだ、うん、実態はなんかこれがポジティブなのかネガティブなのかって話なんですけど、あ、うん、これはですか、潰れてポジティブ発言ってことですか。いや、おっしゃる通りでいや、この前僕韓国行ってきたんですよ、はいはいはい、韓国行って、はい、結構びっくりしたカルチャーがあって、はい、東京とかって駅降りるじゃないですか、うん、徒歩10分ぐらい行ってだいたい大手のお店、はい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 、なんか大手のアパレルとか、はいはいはい、大手のファーストフードとか並んでるじゃないですか、はいはいはい、韓国行ったら徒歩30分ぐらいまで、うん、個人事業主の、うん、もう店がブワーって大手がなくて、あ、確かに確かに大手ないんですよ、うん、だから何やってるかっていうと、カフェとかアパレルとかが、うん、若い子が起業して、うん、もう挑戦してるんですよ、うん、だから一店舗一店舗めっちゃ世界観作り込んであっておしゃれなんですね、いや、その多様な価値観が街両脇にブワーってあるんですけど、うん、やっぱ倒産めちゃくちゃ多い、ね、多いらしいんですよ、挑戦する数が多い分倒産多いんですけ ど、ね、その分カルチャーがすっごい洗練されてって、この循環があるから、うん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 、その感じって東京ないなと思って。なるほど、ね、だからこれちょっと逆に僕少ないんじゃないかな。なるほどね、もっと、まあ、入れ替わりがもっとあってもってことですよね、うん、もっと淘汰されてもええねんって。そう、なんかやっぱ守りの文化なんでしょうがないと思うんですけど、もっと循環してもっとその原宿とかのカルチャーが洗練されてって、まあ、この言い方いいか悪いかどうかとして、いろんな人が挑戦して巡っていくのはいいんじゃないかなって思いますけどね。まあ、でもふっと見て気づいたんですけど、これ1000万円以上の倒産件数が30件ってことは、それ以下がもっとあるってことですよね、うん、確かにね、結構大手さん、もっとスモールにね、やってるところは大手さんは結構やばいっていうのは、確かに確かにありましたね。テレビよくされてるところとか、その都心のど真ん中でされてる家賃の高いところ、っていうのが厳しくなったっていうのは聞いてましたけどね。逆にその1000万以上ってことは、小規模の美容室の方がやっぱファン化が強いっていうか、まあ確かにね、そうですね、中でもクラウドファンディングやってたりとかするサロンとかもあったじゃないですか。やっぱなんかそういうファンビジネスっちゃファンビジネスなので、やっぱ大きくなってくるとちょっと薄れてるのかなってちょっと思いますよね。確かにね、コロナ禍でのその息抜き方っていうのはなんか小規模サロンさんはよく考えたなと思うんですよ、だから僕らもそういうコンサルやってたんですけど、どうやってこうコロナでもこう集客するかとか、コロナ禍でどうやってサロンのお金を作る か、うんうん、なんかそんなのをなんか大手サロンさんとかこう考えにくかったんだろうなって思いますね。クロ君とか何かやってたんですか、その当時。やってました。やってたんですか。はい、クラファンとか、まあ、クラファンやってないですけど、うん、その店舗を強化したんですよ、うんうんうん、でホームケアでどうやってお客様をきれいにするかっていうのを強化したんですよ。システムトリートメント
あの小分けにしたものをお客様自身がご自身で買って帰られるって仕組み作ったりとか、うんまあ、もちろんそのオーダーいただいて発送するとかもやってたんですけど、うん、だから本当全国逆にあのうちのなんていうんですか天板商品は本当全国動きました、うん、でも EC はめちゃめちゃ伸びたって言いますよね、はいはい、このコロナ禍で、うん、もうエイト君なんかウハウハだったんですか。いやまあ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 ありがとうございますいやまあそうですね。でも、ねまあ、逆を言うと、うん、僕らは EC 事業者だったんで、うん、その EC の中のテクニックがあったわけなんですけど、うん、やっぱコロナ入って皆さんが EC に参入してきたので、ね、逆にまあライバル増えたっていう感覚もまあありましたね。最初の1年ぐらいやっぱ行くんですけど、うん、やっぱ2年目から競合が増えすぎちゃって、うん、怖い怖いもう米田君みたいな天才マーケター美容師みたいなのがいると、確かに確かに脅威ですよ僕からしたら。ゴールドなんかもなんかコロナ禍いろいろやってたイメージあるんですけど、うん、歌ってたっすからね。一番最初は見ましたけど恥ずかしながら見た見た僕握ってたっすもんだって毎回その中でやってたんで、ね、ゴールドの、はい、一番最初ははい、まあそれが倒産しなかった理由ではないです倒産すけどまあそうですね。確かにね、まあ、ただやっぱりその倒産というかブランドをちゃんとこう保てないというか、やっぱまあ結構僕の領域だとマーケの世界にもなりますし、あとはその欲求な気はするっすけどね。欲求こういうのはもう本当にガクンと本気で全部を守るために役員保証をめっちゃ下げれたかとか、持ってるものを全部売れたかとか、そういうところな気がしちゃうんですよ、僕はっすよ。この規模感にどこまで当てはまるかは分からないですけど、僕はなんか結構いろいろ出会ってきた美容師さんにこういろいろこういやあの時はきつかったねって言った時に、でもお前の手に時計ついてんじゃんみたいな僕はマジで思ってた。なんかあの時はうちも金なくなっちゃって大変だったんだよみたいな言われても、それのえ売ったんすかそれみたいな聞くとその時計っていつから買ったんですかみたいな聞くと、いやもう10年前ぐらいに買ったんでそれ売ったらよかったじゃないですかみたいな僕は思っちゃうタイプなので、なんかそういうところを選択しなかった方ももちろんいらっしゃるし、あとは本当に多分一生懸命もう本当に最後の日まで一生懸命やったけど、うん、うまくいかなかったサロンっていうのは全然あるとは思っていて、なんかやっぱそのこの文字だけでそのちょっと客観的にこう頑張ってないよね、うん、頑張ってるねとかは言えないですけど、時計ぐらい売った方が良かったんじゃねえと思ってますね、うん、車と時計ぐらい売った方が良かったよってのは、ね、なんか逆にね、コロナ支援金でなんかすごい豪遊してる人いましたもんね、終わった後とか、うん、本当ですか。コロナ支援金でも金借りまくって意外と大丈夫で、キャッシュがもうありすぎちゃって、うん、もうなんか逆に豪遊してるみたいな人いましたよね飲食とか多いですね。飲食とかね、飲食とかそのお医者さん、あんまりこれやめんですよね。やめてください。どうぞ。まあまあまあ、一番やばいのは PCR 検査場屋さんですね。あれやばいっすね、はい、それやばいっすね。しかもこれ並んでますからすごい補助金出るんでね。まあ僕らの業界なんかもうなしのつぶてですよこんなもん。ペチッてしまうんですよ。なるほどね、金額が半端じゃない出方が。なるほどね、はい、至る所にありましたもんね。いや本当に、ね、誰をやってる僕の知り合いのドクターはもう今すごい豪邸作りましたね本当になるほどね、はい、ら僕らは逆にそのコロナで、はいはい、どっちかというとサロンが流行ってしまった側なんで、はい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 、こういうその助成金とか一切使えなかったんですよね。うん、ワンチャンなんか1ヶ月分ぐらい使いかけたんですけど、そのこういうのは儲かってる人はしたらあかんと思うんで、お金ないところはせなあかんと思ってるんで、僕らは生きていけるかやらないって決めて、まあやらなかったですね。それをなんかこう上手に上手にやって儲けてらっしゃった方々結構おられたんで、うん、まあ、飲食店でもね、うん、言いましたけど、でも本当コロナ以降、コロナ前とコロナ後でやっぱり明らかにそのなんかちょっとこう伸びてるサロンっていうのの毛色が変わった感じとかはありますよね、うん、やっぱりね、うん、なんかちょっとこのコロナ禍をバネにしてっていうか、まあ、そこからなんかこうねハックしてって、うん、なんかこうよりこう業界内外に結構リーチしていったサロンっていっぱいあるなと思ったんで、うん、なんか本当にこうね、内田さんも多分お付き合い多いと思うんですけど、うん、これ多分ピーってなると思うんですけど、はいはい、大御所の方々がもう全くどこに行ったんだろうかってね思いません、内田さん。そうですね、これは使ってください。いやでもそれこそその時計の話につながってくると思うんですけど、やっぱなんかそのコロナで生活水準を落とせなかった、うん、オーナーの性格が剥がれたっていう声はすごく聞きますね。やっぱあそこのこう余裕のない状況でどう立ち振る舞うかってもう人の部分じゃないですか。そこでいやこれお金の崩壊もあると思うんですけど、コロナで組織の崩壊も絶対起きてると思っていて、結構人件費削るみたいなね話とかもあったりしてね、やっぱ10人20人規模の組織ってやっぱリーダーがどう立ち振る舞うかで
何人1人辞めたら2人辞めて3人辞めてっていう感じで組織が崩壊するってすごい美容師さんあるあるだと思うんですけど、それはなんかすごいさっきの時計の話だったようにリーダーの立ち振る舞いでなんか件数増えてんじゃないかなって思いますけどね。なんか商品 その時計を売るとかっていうのもそうですし、あと学びな気がするっすね。単純になんか僕とかもそうなんですけど、大学生のこう SNS の広告用の授業やってる子にもう頭下げて本気で教わりに行くうん、なんでって言ったらスタッフ守りたいというか、うん、スタッフをやっぱり勝たせてあげたいし、それを手に入れたら全国の美容師さんにお伝えしたいしみたいな思うんですけど、うん、これを選択してたかコロナ前に勝ってた人たちはみたいな思うんですよね。そうですね、当たり前に勝ち方はずっと一緒だと思っちゃってるんで、うん、コロナが終われば勝てるって多分思ってたんですけど、そのタイミングで本気で頭下げて学んだ人間たちはもう今って何も怖くないみたいな現状が多分起きてると思うんですよ、うん、だって SNS もできるし、うん、ホットペッパーもできるし、うん、Google もできるしみたいな、でもサービスの言語も仕組み化も全部できるみたいな、何も怖くないみたいな状況になるじゃないですか、うん、こういう子たちが多分その本気でそのコロナの時にやばいやばいうちって本当やばいってなってめっちゃ頭を下げて学んだ人間たちとそのいやまあ勝つっしょみたいなスタンスでこういっちゃったので、うんまあ、分岐したなみたいなところはマジで思うんですね。それはなんか美容師さんって攻め方を知らない人多いですよね、うん、自分の武器も分かってなければその取りに行くって人がやっぱ非常に少ないんで、うん、なんでやんないかって思うんですよね。もっとこう自分の能力を磨いてできることを、まあ、マネタイズするって言ったらすごいシンプルな言い方なんですけど、うんうん、どこにでもねチャンスと人とお金は転がってるんで、うんまあ、それこそグローバルな話で言ったらそうですけど、ね、はい、結構ゼロイチ作る人ですもんね。クラックいやいやもうねそれしかないんで自分はと思って、はい、だからまあもっとイメージして自分の持ってるものをどうやったらきっちり人に喜んでもらえてそこからお金が発生するのかっていうのをもうちょっとこう真剣に考えてこうちっちゃな世界でこうしちゃダメだよって教えてこられたかもしれないですけどね、うんまあ、今でも教育っていうのはあってたと思うんですけど、うん、そういう意味ではまあ教育を変えていくっていうのは大事かなと思うんですよね、うん、変われない人を作るんじゃなくって進化し続ける人を作るって教育をやはりもうこれは日本小学校から始まってる教育だと思うんですけど、平たく平たくするんじゃなくて鋭く鋭くするって教育がね入ってくると、まあもっと海外みたいに日本もどん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 大学もこう飛び級とかねするような人が出てくるんじゃないかなと思いますけどね。まあでももう皆さん飛び級しまくってる人飛びすぎて、まあ、なかなかこういう人たちがね組織にいると上の人は大変そうですけど ね、まあ、ねでもなんか任しやすいんじゃない、富吉とかもね、うちの中村富吉です。この部門はお前が経営ですね、絶対に使ってほしいですけどね、絶対に使ってほしいですけどめちゃくちゃ大変ですよやっぱりすぐ任されるんでめちゃくちゃ抽象度高い状態で卵でいいもん作ってみたいな感じで来るんで、うん、料理名とか言われないみたいな感じで一緒なるほどねみたいな、めっちゃ楽しいですね。あ、はい、やりがいあるよね、はい、まあ、全振りしていくんだろうね。そうですね、全振りで、うん、逆に全振りしてもらえるんで楽しいですけどね、うん、純粋に、うん、なんか責任も自分で持てるじゃないですか、全振りってことは、うん、ミスったら僕のせいだしっていう、うん、それがやっぱ気持ちいいですよね。でも五郎さんとか本当に組織図がすごい綺麗に作られてるなって思って、うん、美容業界であの組織図が作れるのって本当にめちゃくちゃ稀有だと思っていて、うん、マーケターを美容師が務めてるのもすごい珍しいし、なんか その組織図の作り方あるから崩れないんだろうなって思いますね。そうね、人だね。ここ逆にカットで恥ずかしいんで、うん、ここ逆にカットでお願いします恥ずかしいんでここは。逆になんか僕はその美容室にもともと働いていて、うん、今は EC 事業をやって、うんまあ、スタートアップ界隈みたいなところに言うと、はいはいはい、やっぱたびたび言われるのが組織図なんですよ、うん、結局人だよねみたいなところで、うん、美容師さんは本当に個人の人をいかに売り上げ上げるかみたいな、うんうんそうなんですけど、やっぱスタートアップ界隈って組織で一つで考えるので、はい、この人のポジションどうするかみたいな、そういう考え方なんですよね。だからそれはもう美容師としてはもうかなり最初新鮮すぎて、うん、あ、そういう風に会社って作っていくんだよね、うん、お金って儲けるんだよね、うんうんうん、感じ思いましたね。だから本当に社長が人事をするっていうのもそういうことなんだなっていう学びがありましたね。なるほどね、うん、まあ、確かに本当コロナ禍以降そういうふうにこうねビジネスの仕方もそうだし、なんか人としての在り方がかなりこう天変地異というかね、結構まあ考え方変わってそれについていけない人がまあ明らかにちょっとこう廃業に至っていったっていう図式があるとですね、なんかその昔カリスマ美容師だった方々もなんかそのコロナ以降それこそディーラーさんときっちりくっついてそこだけでやってますよって方々はなんか消え失せたなって思うんですよ思わないですか？
思います。はい、引きずり事故みたいな。逆にもう、あの、うん、カリスマ美容師の内田さんはどうやってコロナ禍勝っていったんですか？いやいや、もう僕はもう結構フレキシブルにいろんな人から学びました、やっぱ。あ、やっぱそうなんですね。この人ってこういう風に立ち振る舞いして、あ、すごいかっこいいなってなったら、やっぱそのエッセンスはもらうし、うんうん、僕は結構フラットなんで、そこは、うん、そうですよね。なんかこう千葉さんってこうカリスマ美容師っていうか、それプラス現在進行形なんですよね。いや、それめちゃくちゃわかりますね。そうそうそう、なんか僕らがイメージするカリスマ美容師さんってやっぱりちょっと僕年離れてると思うんですけど、もうちょっとこうドシッとしちゃってて、そうですね、攻めてない感じがあるんですよ。そうですね、だから攻めてるか攻めてないか、それに人が共感するかしないか、まあ、それこそさっきのスタッフ問題もありましたけどね、うん、店に切ってスタッフの給料払ったのかとか、うん、やっぱ周りの声も、ね、SNS の声がすごいですからね。まあ、そうですよね。うん、やっぱり新世代の声がもう旧世代をねボコボコにしてるからね。毎日そうですね。狙ってるっす、僕って。狙ってるっす、僕はいつでも。いつでも。隙あらば絶対に取るっていつでも思ってる。そうだよね。